くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。ということで、俺ちょっときついんす。で、そっか、そうや。一個、もうあらかじめ買ってきたものがあって。忘れてた。もう一個紹介します。舐めるだけで味が変わっちゃう、味の変わるサプリ。これをね、途中で挟んで会員しようっていう俺の思惑だったんです。まさかこの方全部飲む、一応この今回の企画全部今回は伝えておいたんですけども、まさか素で飲むというねそのポップにはショートケーキとかの絵が描いてあって、なんか全然味が変わっちゃうよみたいな感じだったんです。でこれをちょっとね、舐めるだけって書いてある。材料名テキストなんだろう、ええってテキストリーは。じゃあちょっとだけもらうわ。じゃあ、うん、ちょっとええじゃあこちらも開けていい、開けていきましょう。え、これどうやって開けるの、どうやって開けるのいやマジできついわこれ。過去一かもしれん。一回二粒を目安に噛まずに舐めてお召し上がりくださいって。噛まずに舐めて、舐めたまま飲めってこと。舐めたままなんか食ったり。ああ、なるほどね。ケーキ、レモン、ゴーヤ、あ、何でも変わる、何でもいけるみたいですね。例えばさ、こう会社の集まりとかで上司にこれ食えよって苦手なもん、あ、さ、お刺身とかさ、ね、これ噛ませば全然いけるってことや。おう、じゃあこれ舐めて。あ、何の味もしない。うん、何の味もせえ。じゃあ味変わん変わらんのかい変わらんのかい変わらんのかい1ミリも変わってないこれ2杯目ですかね、超ラーだっては。変わらん、変わんないよね。変わらんですで正直、まあ普通の食べ物とかさにやってみたら意外といけんのかもしれない。これには全然効かなかった、ね、これが強すぎんやで、きっと。多分きついわマジで。じゃあちょっと頑張って2人で会員して終わりにしましょうか。僕はもう飲みません。ええ飲まなあかんこれ。飲もうよ飲もうよ、もうお腹タップタップだろじゃあ最後、じゃあ俺全部飲むんで、うん、飲んだら拍手で終わりましょうか。そうですね、はい、きつい。いっぺんに混ぜた方がいい。そうやね2回来たくないあーマジきつい、あーきつい、あーきつい、あーきつい頑張れ、いきます。相当おしっこに近い味覚、味の変わるサプリメントは味変わりませんでしたみんなも挑戦してみてね。チャンネル登録よろしくお願いします。ゆるちゃもチャンネルでした。ありがとうございました皆さん。苦手な
はずなのに、僕らは知らないことをいつかが遠ざけてた。入らないと諦めた僕らの穴に、ペペローション君は優しくぬめる。アナルに入れたエネマグラ、痛みの先に新世界動き始める。僕らの前立腺、もっともっと深いところへ、もうもう普通には帰れない。カメラくんのモードです。イベントでも出てきました限定メニュー、こちらの方はあの裏メニューで出てますので、チャンネル登録した方、ご覧になった方ぜひ遊びに来てください。はい、あのチョモさんが写真撮ってくれたものもメニューで使ってますので、ちょっとよろしくお願いいたします。